皆さん、こんにちは。株式会社センバ、コーポレート担当役員の秋山でございます。本日は、当社の2023年12月期決算説明をご視聴いただき、誠にありがとうございます。では、早速、始めさせていただきます。本日は、2023年12月期決算の状況を私、秋山からご説明いたします。その後、2022年からスタートしております、中期経営計画の進捗、そして2024年以降の業績見通しについて、当社代表取締役社長の八島よりご説明をいたします。はじめに、2023年12月期決算の状況でございます。こちらが業績ハイライトになります。当社を取り巻く事業環境は、社会経済活動の正常化に伴い、商業施設やオフィス、インフラ関連の施設など、各企業の投資動向は回復、活発化しています。この状況の下、売上高は中期経営計画の戦略推進による新たな市場の開拓の成果もあり、前期比9%増加の248億8600万円となりました。利益面では、売上高の増加による利幅拡大や、付加価値の追求、生産性向上に向けた取り組みなどの効果もあり、営業利益は12億8700万円、当期純利益は10億3300万円と、前期より大幅な増益となりました。次に、国内と海外の売上高についてまとめております。売上構成は、国内81.9%、海外18.1%と、前期と比較して海外の比率が大きくなっています。売上額は、国内が前期比5%増加の203億9300万円、海外が前期比30%増加の44億9200万円となりました。国内、海外ともに伸長しております。次に、こちらが損益計算書になります。売上高は、商業分野での受注拡大や、中期経営計画で掲げております、新たな市場の開拓、注力分野での大型案件獲得もあり、前期比109%の248億8600万円となりました。売上総利益は、売上高増加による利幅拡大、一部原材料価格の高騰や人材不足、競争激化による下振れリスクもありましたが、継続的な工事原価低減への取り組みや DX 推進などによる生産性の向上もあり、前期比118%の45億700万円となりました。売上総利益率も18.1%と、2022年と比較して1.4%向上することができております。販管費は、昇給や賞与、採用強化などの人的資本への投資を増加したこともあり、前期比105%の32億2000万円となりました。その結果、営業利益は12億8700万円、経常利益は為替差益などの営業外収益の計上もあり、13億6300万円、親会社株主に帰属する当期純利益は、固定資産の売却益など特別利益の計上もあり、
10億3300万円と、前期から大幅な増益を計上することができました。こちらが貸借対照表になります。記載の通り、流動資産は前期末と比較して20億3100万円の増加、固定資産は1億9400万円増加しております。資産合計としては前期末と比較して22億2600万円増加して195億7400万円となりました。流動負債は前期末と比較して13億4000万円の増加、固定負債は1億3500万円減少しております。負債合計としては前期末と比較して12億500万円増加して73億2800万円となりました。純資産は前期末と比較して10億2000万円増加して122億4600万円となりました。自己資本比率は 63% になります。こちらがキャッシュフローの状況になります。営業活動によるキャッシュフローは、税金等調整前、当期純利益の計上があったものの、売上債権や契約資産の増加などにより、6億5500万円の支出でした。投資活動によるキャッシュフローは、固定資産の売却などにより、9300万円の収入でした。財務活動によるキャッシュフローは、配当金の支払いなどにより、3億3000万円の支出でした。現金及び現金同等物は、前期末から7億7400万円減少して、期末残高87億8600万円となりました。次に、期末受注残高です。期末受注残高は2022年期末と比較して13億円ほどの増加、58億8800万円となっております。2024年も順調に受注を獲得、積み上げできるものと想定をしております。私からのご説明は以上になります。はい、皆さんこんにちは。社長の矢島です。これまで見てまいりましたように、昨年度は業績面での大きな回復を遂げることができました。一方、戦略面でも未来に優しい空間を作るため、グッドエシカルカンパニーを目指してたくさんの席を打つことができております。私から以下、中期経営計画の進捗に照らしてこれらの成果をご紹介していきたいと思います。当期は中計の第2年度でした。そのスローガンは Make a New Wave、 新しい波を起こすためにエシカルとデジタルの実装、新たな市場の開拓、海外事業戦略としてのセンバワンアジア、変化を支えるダイバーシティ戦略、以上4つを戦略の8柱としています。まずはエシカルの実装について、当社の施工現場における産業廃棄物のリサイクル率を2024年までに 90% 以上にしようという計画ですが、全国の協力業者さんの集まりである千葉会の協力、現場での分別作業の定着もあり、昨年のリサイクル率は 92% まで上がりました。おそらくここまで徹底している会社はないだろうと思っており、現場の現場は違うと言ってくれる現場関係者も多くなってきました。現場のエシカルを進めることは、気持ちの上での安全管理にもつながっていると思います。そして、環境への負荷が小さい建材をエシカルマテリアル
と位置づけ、積極的に導入しています。資材メーカーの協力のもと、エシカルマテリアルの共同開発なども手掛けており、その使用実績は徐々に上がってきております。昨年11月には業界の枠を超えた競争パートナーとともに未来を考えるエシカルデザインウィークを主催。3日間で5600人の来場者があり、多くの人々とエシカルデザインの考え方を共有することができました。このイベントの様子を動画でご覧ください。エシカルデザインウィークとは、一層身近になった SDGs や環境と経済の両立を目指すサーキュラーエコノミー、これらを社会にどう実装していくか、業界の枠を超えた競争パートナーとともにエシカルな活動を発信し、未来を考える参加型のイベントとなっております。自分にとっても周りにとってもいいことで、長く続けられることかな。周りの幸せであったり、この自然というところに今重きを置きながら生きられる。やらなければというよりも、むしろやった方が新しい可能性が見えてくるものなのかなというふうに思います。何か作ったりとか、手を動かすことを通して日常の外に想像力を広げていく。いっぱい作れなかったり安くなかったり大変だけど、世の中のためにいいよねっていうので、物を作るってことが求められてきたんじゃないかなっていうのを感じています。自然と人を大切にすることが一番大切だと思ってるので、そこから出発することが重要だと思います。リサイクルすることで誰かのこういう価値につながるよね、そういう想像力が働いていくと、エシカルっていう価値観が生まれてくるのかな。そもそもこういうことをやってるっていうのも実は知らなかったので、大きく得るものになりました。初めて見るマテリアルとか、なんか工夫されてる展示とか、この空間の開放感もあって気持ちいいなっていう感じでずっと見てました。子供と一緒に来て、エシカルとかサーキュラーエコノミーのイベントだけど、カルチャーのイベントがやってて楽しい。それぞれの企業が大きな課題に取り組んでるんだけれども、自分たちができるところにフォーカスして、そこをまず変えていこうっていう取り組みされているのが勇気づけられました。僕にとってのエシカルっていうのは、やっぱり次の世代にバトンをつないでいくものかなと思って。当社のデジタル戦略の柱は、BIM と呼ばれる未来型のデジタル設計の手法です。BIM によって VR や AR を含め、格段にデザイン提案力が上がるほか、竣工後の施設のメンテナンスやオペレーションにも活かせるなど、今後の建設や内装業務では主流になると言われています。当社は、この BIM のフロントランナーとして、着実に現場での活用を進めています。習得した設計者は前年比で 9% 増え、7割の中継目標に近づきました。例えば、回転寿司チェーン大手のスシローが、新型デジタルビジョンとレーンを融合させた最新店舗デジローでは、内装デザイン設計の検討に BIM を活用することで設計効率を上げ、3店舗同時進行での開店を実現しました。その時の当社提案に用いた BIM のバーチャルシミュレーション動画をご覧ください。
当社のリム推進は5年を経過。今年より推進室をリムコネクト本部に昇格。この先端デジタル技術をビジネスにコネクトすることにより強くコミットしてまいります。業務のデジタル化により仕事の効率も上がり、残業時間の低減にも成功しています。5年前より月平均の残業時間が20時間を下回ることを目指してきましたが、ここ2年でクリアできてきています。4月からの労働基準法改正にも対応できており、残業に頼らない仕事の仕方を確立してまいります。昨年来の市場環境においては、既存商業分野の復調が感じられ、特に大型店、複合商業施設において伸長が見られました。また、商業以外に当社が注力分野としている仕事場、学びや癒しの場も 10% 程度成長しています。その内訳はご覧の通り、昨年においてはオフィス・ショールームの需要が旺盛でした。その中から代表的な物件を紹介します。昨年秋開業し、大きな話題となった森ビルの麻布台ヒルズですが、当社はオフィス入居工事において9600坪を超えるエリアを担当しました。今年度も引き続き入居工事が続いており、継続的に取り組みを続けてまいります。昨年はサントリー山崎蒸留所が100周年を記念し、リニューアルとアーカイブの移設などを行いました。古きものを新しい施設に生かしていく、当社エシカルデザインを発揮し、ウイスキー作りの歴史や思いを未来につなぐ仕事ができたと思っております。東アジアトップクラスの国際空港を目指す福岡空港。国際線のターミナル増改築計画において、内装デザインと設計を担当しています。福岡県産ヒノキや博多織をふんだんに取り入れ、四季を感じられる室内を作り上げました。デジタルマーケティングとインターネット関連サービスを展開するカルタホールディングスのオフィスです。グループを再編し、新たに始動したカルタホールディングス。企業文化の融合や社員同士のコミュニケーションを促す仕掛けを多く施し、あえて未完成の部分を残した可変的なデザインにすることで、常に進化し続ける完成された未完のオフィスを作ってみました。海外事業は約10億円伸長しましたが、大きく牽引したのは台湾での事業です。現地で三井不動産が進めるララポートや三井アウトレットパークの展開が続いており、当社の現地法人がサポート企業として継続的に設計や施工を担当しております。また、昨年はシンガポールのマリーナベイサンズで行われるアジア最大級のインテリアデザイン展示会、ファインドデザインフェアアジアに初出展。アジア中のバイヤー、デベロッパー、建築家、インテリアデザイナーなどが集まるこの展示会で、海外市場での当社グループの知名度向上に努力しております。以上、昨年度の実績を踏まえ、今年の業績見通しを申し述べます。昨年度は中期経営計画の2年目でしたが、マーケットの改善とエシカルデザインを軸とする当社バリューの実現に手応えを感じることができ、売上、利益において期首の計画を上回って着手しました。注力分野にしっかり取り組むことにより、商業分野での価格競争の影響を最小限にすることができたとも思っております。今年は中計の最終年度となりますが、より一層の飛躍を遂げるため、営業利益、経常利益、当期利益の計画を上方修正し、臨むことにしました。当社の株主還元策については、
何よりも配当を第一義としております。前期配当は1株当たり50円と前の年に比べて17円の増配を決定しました。2024年度はより一層の株主還元を果たすべく1株当たり60円の配当を目指してまいります。新たな計画を達成するためには真摯に経営に邁進し、全場グループ一丸となって企業価値を高めてまいります。投資家の皆様には一層のご支援をお願いしたいと思います。以上、ご清聴ありがとうございました。